先輩方、2062年未来人ラジオの時間だ。今日は株とか投資のことを話す予定ではあるんですけど、まあその前にね、今の報道で、話題になっている旧統一教会かな、あれね、本当面白いなと思ってね。まずは、まあ、安倍さんが、殺害されたじゃないですか。本当私はね、個人的に未来人として安倍さんのことは好きだったんですよ。ものすごい功績も残してますし、日本周辺のね、まあいわゆる変な国の人たちからね、ものすごい嫌われてはいたんだけどね、まあそれだけいいことをされていたから嫌われたということは理解しておかないといけないですよ。日本の周りにね、変なヤクザみたいな国というのが何個かいるじゃないですか。その人たちが本当に嫌がった総理大臣なんですよ。よっぽどいいことをした総理大臣なんですね。だからまあ日本国内でもね、ネット左翼の人たちとか、まあ左翼側のその報道メディアからかなり嫌われていたということはどういうことなのかというのを、まあ先輩方はね、まず考えないといけないということなんですけど、まあ殺害されたじゃないですか。その原因というのは、まあ山上容疑殺人犯の母親がね、旧統一教会にのめり込んでいたということで、まあ恨みを晴らす、なんかね、安倍さんの旧統一教会が深いつながりとか勘違いして、まあ、殺害されたわけなんだけども、まあ私はもう前にも言いましたけど、選挙活動でまあ多額の資金がいるわけなんですよ。選挙活動というのはね、これを聞いている方々が想像している以上にお金がかかるわけですよ。だからまあ多額の献金をいろんな企業とか、まあいろんな団体とかから相当な額もらっているわけですよ。その中の、宗教団体で20いくつあるわけですね。その献金をもらっている中で。その中の一つに、まあ、旧統一教会かな。今はなんか家庭連合がなんかあるじゃないですか。まあ、その中の一つにあったわけですよ。うん。だから深いつながりということで、まあ、報道メディアなんかも、まあ、ズブズブな関係とか、うん、レッテルを貼っているわけじゃないですか。献金している企業という企業とか、まあいろんな団体というのは数多く存在している中の一つに、まあそういった事件があったからズブズブな関係という行動をしてね、まあ政権を引きずり下ろそうという魂胆で、まあ報道をされているということでね、まあこれを聞いている先輩方もね、もういろんな報道番組で絶対見たことがあると思うんですよ。叩いているところをね、まあはっきり言ってしまえば、その旧統一教会を利用して、ね、政権を引きずり下ろそうという魂胆ですよ。うん、救済しようとか、毛頭ないんですよ、うん。信者を助けようとか、毛頭ないんですよ。ただ、叩く道具として活用したいということでね、まあ、いろいろ叩いては来ていたんだけども、最近になってね、野党もね、旧統一教会とね、深いつながりがあるということが分かってね、だんだんね、報道メディアの、叩き具合というのもね、弱くなってきたわけですよ。うん、要するに、例えば今って、自公が、自民と公明が、まあ、政権を取っているわけなんだけども、他の野党も関わりがあるということは、引きずり下ろそうとしても、他の野党もポンコツなもんですから、もうどうしようもないということでね、もう叩く勢いがなくなってきたわけです。ああ、これ旧統一教会を利用して、現政権を引きずり下ろそうとしても、ダメじゃん、無駄じゃん、ということを、もう気づいてきたわけですよ。うん、そしてね、最近ではね、旧統一教会のその会員の方というのがね、かなり被害を受けているということが分かっているわけですね。中にはね、自殺未遂なんか、もう被害が多すぎてね、自殺未遂なんかする人も出てきているみたいなんですよ。
報道のせいでね、もちろん菅政権を叩く道具として利用されて、まあ偉いね、反宗教団体、なんかヤクザみたいな感じになんか変換してその叩いているじゃないですか。そのせいで偉い被害を受けているみたいでね、ホームページにはね、新しくね、もういい加減にしてくださいと、いうことをなんか警告しているみたいなんですよ。私も確認したんですけど、深い関わりがあるメディアを報告しますということを、まあ、言われているわけですよ。今度はメディアです。報道メディアと深い関わりがあるんですよと。おたくらは私たちを悪徳宗教団体とみなしてね、ぶったたいているけど、私らがその悪徳宗教団体というのであれば、私らと深い関わりがある報道メディアを言いますよということを何日か前に言っていたわけですよ。それで昨日かな、昨日ね、ついに一つ第一弾としてね、ホームページにね掲示されていた報道局がね上がってね、日本テレビです。24時間テレビに7年連続でね、ボランティア活動として協力している宗教団体だったんですね。ボランティアでね、無償ボランティアでね、手伝っているということで、7年間もね、日本テレビといえばミヤネ屋ですよ。左翼のヒーローのテレビ番組ですよね。もう極左の報道番組といっても過言ではない、暗いひどい報道番組なんだけど、その報道番組の母体である日本テレビと、まあ、深いつながりがあるということが分かったということなんですね。要するにね、まあ、その日本テレビの、まあ、代名詞的な番組である、ね、24時間テレビにね、無償でね、ボランティアとしてね、7年連続もね、手伝っている団体だったということなんですよ。その団体をね、悪いことばっかりしている反宗教団体と称してね、毎日毎日叩き続けているわけですよ。私はね、このなんていうの、仕組みというのをね知ってからね、未来人だけどね、なるほど、すごいからなんていうの仕組みなんだなと、ちょっと笑ってしまいましたね。他にも言えば、この旧統一教会というのは NHKともかなり深いつながりというのがあるわけですよ。フジテレビともそうですね、テレ朝ともそうですね、かなり深いつながりがあるわけですよ。それでね、もっと言えば、私は分かるんですけど、この旧統一教会、まあ名称は今は違うわけなんですけど、かなり優秀な人物ばっかり所属しているわけですよ、この団体というのはね。だからね、何も考えずにね、叩く道具として使っとこうみたいな勢いだけで、まあ変なレッテル貼りをしてね、偏向報道を毎日するようになればとんでもないことになるということですよ、私はね、YouTube のコミュニケーションが取れるコミュニティかな、あそこでね忠告したと思うんですよ。最終的にね、とんでもない自業自得状態になるということを言ったはずなんだけどね、先輩方もね、多分記憶にあるんじゃないかなと、よく見ている人であればね、YouTube のコミュニティってどうやって見れるんだろうと思うんですよ。多分これを聞いてる人もね、何それと思った人もいると思うんですよ。なんかね、自分がね、一回未来人もね、その現代のスマホというのをね、支給されているわけなんだけども、そのスマホでね見れなかったんだよね。まあいいや、もしね、興味があればね、その YouTube のコミュニティだとか、あとは LINE の投稿、私のね、Jagger のアカウントで作っている LINE のコミュニ投稿の記事なんか、見たら面白いんじゃないかなと思います。とりあえずね、今回のこの流れというのはね、非常に面白いなと思います。まあ、ことの発端はね、私が好きなね、安倍さんが殺害されたことが、まあ、全て
ではあるんだけどね、それをね、旧統一教会というのをね、叩く道具としてね、利用して報道しているテレビ局かな、報道メディアというのはね、本当最悪だなと、思います。結局さ、他の野党もズブズブな関係だったんでしょう。全く意味がない結果になると思わなかったのかなと思うんですけどね。あとね、この献金というのはね、私はね、未来人だけれども、まあ、いろいろ正体というのをね、明かすことというのがね、許されないから、あれなんだけどね、その献金とかね、あったら、普通にね、挨拶とかするわけですよ。よくあることなんですね。それをね、まあ、社会人経験が浅いのかな、ないのかな、よくわかんないんだけどね、その献金をもらって挨拶に行くことというのをね、悪いことと認識されている人が多いんじゃないかなと思うわけなんですよね。普通のことなんですよ、本当に。例えばね、小さい事務所とか小さいクリニックとか病院とかね、まあいろんな商店とかあるじゃないですか。そういったところから献金を受けてもね、挨拶に行くんですよ。こういった行為すら知らない人って多いんじゃないかと思います。ましてやね、結構な献金をもらった企業とか団体とかあると思うんですけど、実際にあるんですけどね、そういった企業とか団体とかはね、まあみんな集めてね、なんか少し挨拶してもらうとか、本当当たり前のことなんだけども、なんかね、報道メディアというのはね、異常行動みたいに報道するじゃないですか、あれはね、ひどい洗脳方法だなと思いますね。当たり前のことですからね、何とでも言いますけどね。しかもね、あんな普通の宗教団体じゃないですか。何も別にね、殺人団体とかね、ヤクザ団体とかじゃないじゃないですか、かといってね、この宗教団体の肩を1ミリも持つ気はないですからね、ましてやね、変な国の宗教団体じゃないですか、とてもじゃないけどね、信者になりたいとか思いませんから、そこら辺はね、しっかり勘違いをしないようにしてほしいなと思いますね。しかしね、最近になってようやくね、線引きをとかね、言う人が多くなってきているわけですよ。野党にもね、ズブズブな関係の人が多くいると分かってね、あ、これはもう叩けないと思ったのかな、線引きをとかね、いきなりね、言い出す人、線引きというのはね、あれですよ、よう分からん表現方法ではあると思うんですよ。要するにね、例えばね、公明党だったら創価学会じゃないですか、母体がね、その創価学会とこの旧統一教会の線引きというのはね、一体どこなんだというようなもんなんですよ、線引きというのはね。共産もそうじゃないですか、もう全部なんですよ、母体はなんか変な宗教団体なんですよ、私はね、その宗教団体というのはね、あんまり好きじゃないからね、こんな感じでちょっと汚い感じで言いますけどね、要するに、もうどうしようもなくなってね、もう線引きを決めましょうみたいな感じの、ちょっと迷った感じになっているということでね、ほんと情けないなと思いますね。しかしね、ミヤネ屋という番組はほんと最悪だなと思いますよ、本当に。なんかね、ヤフーコメント、ヤフコメとか言われている人たちがいるじゃないですか、ヤフーコメ民とかね、言われている人たちがいるんだけども、ミヤネをね、教祖みたいにね、崇拝している人たちがいるわけですよ。要するにね、旧統一教会を追及してぶったたいているミヤネさんがかっこいいみたいな感じでね、救世主だみたいな感じでね、持ち上げてる人たちがいるんだけど、あれは本当変だなと思いますよ。しかしもうそろそろね、バレてくるんじゃないかなと思います。もう時間の問題、ごまかすのもごまかせるのも時間の問題かなと思いますのでね、どうやって逃げ切るかというのをね、俯瞰して観察したら面白いんじゃないかなと思いますね。今日は株とかお金の話をしようと思ったんだけどね、結構時間が経ちますね。もう一回
ここで終わってね、次回連続で収録しますのでね、アップも連続でするかもしれないので、まあ、次を次回をすぐ楽しみにしていてください。それではもう今日はもうこの辺で終わります。それではまた。